台所には使う人の人生が詰まっている。東京八王子のマンション、細長い一人暮らしの部屋の真ん中にある小ぶりな台所。この台所の持ち主は会社で事務の仕事をしている堀内朝香さん、47歳。この台所で朝香さんが一番大事にしているのが、おにぎりを入れるのに使っているこの竹籠。使っていて50年以上は経ってんじゃないですかね。浦島太郎の世界に出てきそうな。こう朝ご飯をこの一人用の土鍋でわざわざ炊いておにぎりを作り、会社に持って行っています。腹が減っては、ね、戦はできないっていう、戦場に駆り出されていく時の相棒みたいな感じですかね。人生いろいろあっておにぎりにたどり着いた、そんな女性の台所物語です。普段はあまり台所で調理をしないという朝香さん、疲れている日の夕食は買ってきたもので済ませます。この日はパスタの入ったクレープでした。プチトマト系、なんかこういうの1個食べるだけでも野菜不足が少しだけちょっと解消された感が、あんまりそこまで頑張りすぎないみたいな感じで緩く台所と向き合ってます。朝香さんは会社員として働く傍ら絵を描き続けてきました。5歳の頃から絵を習い、これまで描いた絵は1000枚に及びます。小学校の頃の6年生の時に描いたユーミンの絵なんですけど、ユーミンが着物を着ていたりとか、あ、かっこいいなとか、着物を着れるようになりたいなとか。小さい頃から個性的だったという朝香さん、ただ周りの人に合わせるのは苦手でした。いやー、もう協調性がゼロでしたね他人の先生ともうまくいかないし、かといってそのクラスの中に打ち解ける心を開くわけでもないし、何がいいかって、まあ、やっぱ絵描いてる方がいいやみたいな。ユーミンを押しながら、もう小学校はつまらないものだと割り切って、ちょっとユーミンのことばっかり考えてなんとか乗り切ったんですけど、高校生の最後の年ですかね。これは高3になると美大への進学も考えましたが、受験のための絵に抵抗を感じやめてしまいました。受験戦争にやっぱり落ちぶれちゃって、まあ、せっかくだったら海外の方に行って技術とか学べた方が今後役に立つのかなとかちょろっと思って。当時海外に出た朝香さんの映像です。絵を学ぶために渡った先はロンドン。ユーミンのミュージックビデオの舞台で憧れの場所でした。絵でダメならファッションとかそういう業界でちょっと逃げ道を作っとこうみたいな、ファッションとかのデザイン系も学びつつ。しかしロンドンでも人間関係に悩んでいた朝香さん、その中で心に残る言葉との出会いがありました。ある日の深夜、行きつけのカフェで友人たちと言い争いになってしまった時のこと。カフェでよく見かけたバイク乗りのリーダーの女性が通りすがりに放った言葉でした。名前が何だったのかな、スーとか呼ばれてたかもしれないけど、その日本人たちがぐちゃぐちゃ言ってたら、スージーが一言、エブリワンズディファレント、エブリワンズスペシャルっていう。高校中学英語のレベルでポンとその英語圏に行った中で、そのイギリスの人たちが放った言葉っていうのはすごい単純な文法で、だけどすごい響いてくる。
みんな違うし、みんな特別なんだよっていう。4年のロンドン生活を終え、日本に戻った朝香さん。アパレル関係などの仕事をしながら、絵で認められることを目指します。退勤後、夜通し絵を描くなどして、個展やグループ展に挑戦し続けました。しかし、ついに過労と貧血で倒れてしまいます。毎年どっかで展示させてもらわなきゃみたいにやってたんですけど、なんかある時ふっと縛られなくてもいいのか、自分のなんだろう承認欲求を燃やしてくれるエンジンが尽きたってそんな中、亡くなった祖父母の台所に片付けに入ろうとした時のこと、小さな古い竹かごに目が止まりました。誰もいなくなったキッチンに忘れられたようにボーンって放置されてるのを見かけて、そういえばこれはなんかおにぎりが入ってたなって、小さい頃におじいさんのためにおばあちゃんが作っていたなっていうのを思い出しまして、それでまあ誰も使ってないようだったんだね、そっと持って帰ってきて、今朝香さんはせわしない都心から離れたいと東京八王子で暮らしています。大好きなユーミンの出身地です。もう路地裏街道まっしぐらみたいな感じですよね。大体みんなね、高校卒業したら大学入ってみたいな、一緒のなんかルートに乗れなかった、そこでもやっぱり自分なりに引け目みたいなのあるから、ちょっと、ね、もし同級生とかにすれ違っても、ちょっと誰だっけみたいな、よそ行き顔で、白いご飯おにぎりを食べたいって、おにぎりを作ろう。ご飯に入れる梅干しは試行錯誤の末、味の濃い非常食用の干し梅にたどり着きました。非常用品の割にはもうパクパク食べてるんですけど、5、6粒入っててもこれで550円とかだったんで、最初え高級だなと思うんですけど、その価値はあるんじゃないかなと。おにぎり作りは寝る前に米を水に浸しておくところから始まります。話がなかなか会う人がいないなとか、顔出さなきゃいけないとかになると、あちょっとだんだん辛いなとか、知らず知らずのうちにそういう疲れがこう溜まってて、それを多分救ってくれるのがこういった台所とかで、地味におにぎりを作って食べるとか、そういった自分自身に対する手当みたいな。おにぎり大根、風味を増すためにいつも切り干し大根を一緒に炊きます。どうしたら自分の、五感、味覚だとか、嗅覚とか、心とか喜ぶのかっていうのを心と対話してじゃないですけど、あじゃあこういう時だったらこういうすっきりした梅干しのおにぎりがいいかなとか、ちょっとそういった毎日の小さな手当みたいのが、そこまで生きづらさを加速させないようにしてくれるという。絵の題材はロンドンや東京のような都会から八王子の情景に変わりました。渋谷の夜空と八王子の夜空だと住み具合が、青のなんて言うんだろう、だいぶ違うんですよ。人との付き合い方も変わりました。休日は商店街の人とのおしゃべりで一日があっという間に過ぎます。やっぱりユーミンが八王子の人だったから多彩な作品作れたの。中央高速をさ、中央フリーウェイって、フリーウェイでその発想なかったもんね。この道はまるで滑走路ですからね。仲良くなったら絵を描かせてもらうことも。絵を描くことで誰かとつながれること、そこから何かまた話が生まれたりすること、そういったものも積極的に題材にしていくのが楽しいのかなと。
前になんか誰と接点を持つわけでもなくムスッとしてた頃よりはだいぶ変わりましたけど楽しいですね。ぼーっと喋ってた。めっちゃぼーっと喋った。俺どうしたらいいんだろう。終わりです。ここまでしたらもう寝ます。あとは頑張りません。あとは頑張ります。翌朝起きたら土鍋に火をつけます。もう結構朝ギリギリですね。でも朝おにぎりを持って行ったか持って行ってないかで、ね、やっぱり一日が違いますよね。なんとなくホッとできるみたいな。やっぱりみんな違うしみんな特別な存在なんだよっていう言葉を忘れがちになりつつあるから、まあ、そういう時にふとその言葉を思い出して。土鍋の蓋のカーブがご飯を海苔に乗せるのにいい感じ。二つ目のおにぎりは鮭のふりかけで変化をつけます。梅干しと合うと聞き、三つ目はクリームチーズにも挑戦。おにぎりかごはもう結構50年ぐらい経ってるんでしょうけど、経年劣化もそこまで感じられないんで、このままおにぎり作った時の相棒として一緒にいてくれたらなというのがありますね。ちょっと満員電車とかで潰されないように気をつけないとですね。